お待たせ。福岡ソフトバンクホークス対阪神。この場面で打席には清宮が入ります。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですね。2球目は何で来るか。インコース高めはストライク、151キロ。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ワンボールツーストライクと追い込んで空振り三振。バッターボックスは8番内川。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。打ちました。北條、ツーアウトになりました。ホークス1点追加します。アウトの間に得点、13対3。8番バッター T 岡田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日は先発ホークス。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホークスピンチになりました。ソフトバンク内に打ちました。大量リ